こんにちは、秀明大学入試室です。これから総合経営学部、英語情報マネジメント学部、観光ビジネス学部の2021年度の入試概要と2020年度の入試結果についてご説明します。総合経営学部企業経営学科には3コース、英語情報マネジメント学部、英語情報マネジメント学科には2コースあります。定員は総合経営学部が90名、英語情報マネジメント学部と観光ビジネス学部はそれぞれ70名です。募集人数は入試によって異なりますが、コースごとの定員はありません。次に、選抜方法について説明します。本学では、すべての試験において、学力試験、面接試験、書類審査を行い、総合的な評価で判定を行います。2021年度入試の学校推薦型選抜、総合型選抜の適性検査は、各科目高校2年生までの範囲で出題します。新型コロナウイルスの今後の感染状況によっては、すでにお知らせしている情報と変更となる場合があります。その場合は速やかにお知らせしますので、ホームページ等で必ず確認をしてください。年内に行われる学校推薦型選抜と総合型選抜の適性検査の科目です。英語と国語の基礎学力テストを実施します。試験時間は英語、国語合わせて60分です。配点は各50点で合計100点満点となります。次に、年明けに行われる一般選抜と共通テスト利用選抜の試験科目です。一般選抜はリスニングを貸さない英語と国語の現代文となります。試験時間はそれぞれ60分、配点は各100点で合計200点満点です。共通テスト利用選抜の試験科目は、外国語、英語のリーディングのみと、古文、漢文を除く国語となります。2021年度大学入学共通テストで、この科目を受験してください。大学入学共通テストの試験日以外に、本学の個別試験として別日程で面接を実施します。受験プランを組み立てるときには、この点も注意してください。配点は各100点で合計200点満点です。面接試験について説明します。本学では学力試験のほかに、すべての入試において面接試験を実施し、重視します。面接試験は受験生1名に対して面接官2名で行います。時間は15分程度です。面接試験のポイントとして、志望理由や志望動機を自分の言葉で伝えることができるか、面接官とのスムーズな会話ができるかなど、コミュニケーション能力を見ます。初めての面接で緊張してしまうかもしれませんので、事前に練習をしてみてください。最後に、受験者数と合格者数です。試験ごとに倍率は異なりますが、合格ラインはどの選抜でも、おおむね6割程度の得点率となるケースが多くなっています。受験生の皆さんは倍率は気にせず、この得点を超えられるよう頑張ってください。秀明大学ではオンラインでの個別相談を行っています。大学ホームページから予約ができますので、入試や大学生活などの疑問、質問がありましたらぜひご利用ください。ご視聴ありがとうございました。